はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ワードプレスについて説明したいと思います。ワードプレスはもう皆さん随分使っている方も多いんではないかなと思います。そこで、ロリポップというレンタルサーバーを使っている方がこのような画面に驚いて連絡が来る場合があります。はい、これはですね、レンタルサーバー会社の方でアクセス制限をかけるというふうな形になっています。まあ、不正なアクセスがあったと思われるので、アクセス制限をかけるという形です。これが出てしまうと、もうログインできることができなくなりますので、その解除方法を説明したいと思います。まずはこちらのリンクを押していただくと、このような画面が出てきます。こちらの方で、アクセス制限を解除する方法が書かれています。さほど難しくはないので、これを読んでいくとわかるかなとは思いますが、1点だけちょっと注意点があります。はい、ここですね、この .ht アクセス、まあ、ちょっとわけわかんない言葉が出てきたかもしれませんが、まあ、これは気にしないで、そういうものがあるんだと思ってください。そこでこの4番の下のところの画面がですね、こういう画面になります。はい、この4番のところ、ここですね、接続元 IP アドレスというものが今そのパソコンで表示されている IP アドレスなんです。サーバー会社が用意したものではありません。今接続されているあなたの IP アドレスが出ますので、こちらを一度コピーします。これをコピーして、テキスト、メモ帳などに一度保存をしておいてください。ここが皆さん間違うところなので、ここは自分の IP アドレスということになります。そして、管理者の方が複数いらっしゃる場合は、各管理者の方にこの IP アドレスを教えてもらって変更していくと、追加していくという形になります。ですので、先ほどのこちらの方ですね、こちらのこのリンクアドレスをその管理者の方に送って IP アドレスを確認してください。そこで、もう一つまた問題があります。ご自宅や会社でインターネットを接続するときに IP アドレスがその日その日によって変動するタイプもあります。まあ、基本スイッチを消すと新しい IP アドレスが振られますので、変動するという形になるので、もしまたアクセス制限がの表示が出てしまった場合には、今度は、接続元ホスト、私の場合だったら OCN というところを解除して進めていくという形になります。そこで、この変更前、変更後という形で、この部分に IP アドレスを入れていくと接続が可能になると思います。あとはこの説明の通りにやっていただければと思います。ご自身で FTP を設定できる方は、わざわざこのロリポップの方の FTP に行かなくても、直接サーバーの中で FTP を書き換えることも可能です。はい、もしわからないことあればコメント欄などをご利用ください。はい、今日はありがとうございます。